皆さんこんにちは、キャスティビの小林です。カズです。今日はですね、大学軍の比較第2弾ということで、以前早慶とマーチについてちょっとやってみたんですけれども、はい、今回は、明政立法中と、日東駒線についてやろうということで、カズ君にですね、いろいろと調べてきていただきました。はい、はい、なんか今日はね、いろいろデータを持ってきてもらったということで、はい、やってみたいと思います。まず偏差値を比較したいと思うんですけども、明治大学は偏差値の幅が53から67、青山学院大学が55から70、立教大学が55から65、中央大学が55から65、法政大学が53から65、日本大学が35から65、東洋大学が40から60、駒澤大学が42から58、専修大学は47から55というふうになっているんですけども、これについて何か気になる点とかございますか？そうですね、やっぱりこう理系の偏差値っていうのはどうしても低く出やすいっていうのはあるので、単純に文系と比べて低いというだけ言っちゃうのは良くないかなというふうに思いますね。であとはやっぱりその明政立法中の学部はそこまでその偏差値の幅が大きくはないなというふうに思います。で逆にその明政立法中じゃなくて日大とか、日東駒線だと、学部によって、かなり幅があって、さっきもねここにドーンって表を出してもらったと思うんですけど、日大なんかだと例えば医学部だと当然ね60を超えてきてっていうのはある一方で、例えば一応工学部とかだと40ぐらいにとどまっていたりとか、結構差がねある場合っていうのもあるのかなというふうに思いますね。なので、必ずしも、明政立法中だったら常に日東駒線より上というふうには、言い切れない部分はもちろんあるんじゃないかなと思います。なのでそのあたり注意しながら、志望校選びなんかをしてもらえればいいなというふうに思います。であとはですね、今表に出てたか分かんないんですけども、やっぱりマーチと日東駒線の共通点で言うとですね、早慶とかに比べるとその情報系の学部とか、あとは国際系の学部、要は名前が横文字っぽい学部っていうのは、結構あるんじゃないかな、なんとかコミュニティとかね、なんかあるんじゃないかなというふうに思います。続いて学生数に移りたいと思うんですけども、これは学部生の数なんですけども、まず一番多いのが日大の68,000人、続いて多いのが東洋大学の31,000人、そして明治大学31,000人、法政大学29,000人、中央大学25,000人、立教大学19,000人、専修大学19,000人、青山学院大学18,000人、駒澤大学15,000人となっています。駒澤大学が一番一応少ないということと、日本大学が一番多いということで、駒澤大学の4倍以上の学生がいるということですね。なので結構大学間によって学生の人数っていうのは大きく違うなというふうに思います。基本的には日大、東洋大学っていうのが学生数多めな方向に行っていて、逆に専修大学とか駒澤大学っていうのは学生があんまり多くないんじゃないかなっていうところで、少し日東駒線の中で二極化しているかなっていうのは感じたりしますね。あとはマーチとかに関してはですね、学部数が大体10前後ぐらいになっていまして、そこはね大差ないんですけど、法政だけ違うんですが大差なくて、明治の31,000人、とあと青山大学の18,000人ということで、2倍までは差がないですけれども、でも13,000人ぐらい差があるということで、開きはあるんじゃないかなというふうに思います。あとはその法政に関してね、言うとですね、キャリアデザインとかスポーツ健康学部とか、他の大学でねなかなかないような小さい規模の学部というのも存在していまして、学生数はねそこまで多くないんですけど、多様性はあるかなというふうに思いました。なので、明政立法中だと、日東駒線に比べればですけど、学生数の開きはないんじゃないかなと感じましたね。はい。で、あとはですね、少しニュース的なところで言うと、中央大学に関しては2019年度から新設の学部として国際経営学部、あと国際情報学部ということで、国際系のね、冠の言葉がついた、2つの学部を新設するというふうに言われているので、もしかするとね今後また偏差値とか、あとは受験者数とか学生数にも少し変化が見られるかもしれません。ありがとうございます。では3つ目の仕様に行ってみたいと思います。3つ目は女子率です。女子率が一番高いのは立教大学の 54%で、続いて高いのが青山学院大学 51%、 東洋大学 42%、 中央大学 38%、 法政大学 38%、 駒澤大学 38%、 明治大学 35%、 専修大学 35%、 日本大学 32% ということで、立教と青山学院大学はやはりイメージ通り
高く、地大が意外と低いんですけども、うん、これについて何か理由など考えられますか？まあそうですね、やっぱりあの女性のこう好む学部とか学科っていうのは当然まず一つ要因としてありますよね。あとはその立地とか、まあ、キャンパスとかそういうところでもまあ人気とか、まあ、女性が行きやすい行きづらいっていうのもあったり、あとは単純に言ってしまうと一般的に理系になればなるほど女子の割合が減るんですよね、はい、なのでまあ文系の学部が多ければ多いほど当然その女子率は上がっていくので、まあそこまでなんていうのかな、ここがすごく大きな差になっているかっていうと、まあそんなことはないんじゃないかなと思います。でもなんかよくね、その立教大学なんてあのね、池袋キャンパスってなんかツタが生えたおしゃれなキャンパスで女子が多くてみたいな、まあなんかそんなイメージは多分一般的にもあると思うので、まあそれはね、間違ってはいないとは思うんですけど、じゃあね、女子率がそんなに高くないところに入ったら、もうダメダメなのかって、そんなことはないと思うので、そこまで数字に気にする必要はないかなと思います。続いて4つ目の仕様に行きたいと思います。4つ目の仕様は、有名企業400社の就職率です。これは、卒業生から大学院進学者を除いた学生のうち、有名企業400社に就職した人の割合を、示したものとなっております。1位は青山学院大学の 30.9%、 2位は明治大学の 28.4%、 3位は立教大学の 25.8%、 そして、中央大学の 23.7%、 法政大学 21.8%、 東洋大学 9.8%、専修大学 9.1%、 駒澤大学 9.0%、 日本大学が 8.9% となっています。このマーチとニット駒線の差についていかがでしょうか？明星立法中で一番低いのが法政大学で 21.8%、 逆に日東駒線で一番高いのが法政大学の 9.8% なわけで、実は 10% 以上の開きがあるわけですね。でこれは、まあ、必ずしも小さい差だとは言えないんじゃないかなと僕は思います。あとはマーチだけで言っても、まあ、青山と法政まででさらに 10% の開きがあります。まあ、厳密に言えば 9% ちょっとなんですけれども、まあ、この開きについて見てもやはり日東駒線のその東洋と法政と青山っていうので10% ずつぐらい違いがあるんですよね。なのでやはりそのマーチってくくるとか日東駒線ってくくるよりはやっぱり一個一個の大学で見てあげた方が、まあ、いいんじゃないかなっていうのは思います。なのでまあ個人的には青山とか、まあ、人数少ないながらもねこういう就職悪くないよっていうのはですね、まあ、結構少数生でやれてるのかなっていうのは感じますね。続いて年収について調べてきたので発表していきたいと思います。年収についてはキャリアコンパスさんのデータを元にしています。まず1番が、中央大学の531万円、2位が、明治大学の524万円、3位が青山大学510万円、続いて立教大学504万円、法政大学482万円、ここから、二都駒線で日本大学が469万円、駒澤大学が456万円、専修大学が452万円、そして東洋大学が425万円となっております。これについていかがでしょうか？まあそうですね、さっきのデータと合わせて考えるとやはりまあ多少開きはあるかなと思うんですけど、例えば法政と日大だとあんま変わんないですよね。数字的にも13万円しか変わらないんですけど、じゃあ例えば法政と中央で比べると50万円ぐらいあったりとか、まああとはそのこのデータだけではわからないことは、すでに社会に出た人のこれデータなので、例えば中央とかだとまあ伝統的には例えば弁護士とかの人は結構いらっしゃって、まあそういうところは引き上げたりしているかなって部分もあるとは思うので、まあざっくりまあ似た傾向かなとは思いつつも、一番上と一番下では100万円ぐらい違いはあるかなというのは押さえておいた方がいいかもしれません。あと法政大学と日本大学の平均年収にあまり差がないと思うんですけども、これについて何か考えられることありますか？まあ日本大学がまあちょっと高めだっていうことだとは思いますけど、はい、まあ例えばその経営者が多いとかってよく言われるじゃないですか、はい、日大ね。あとは例えばお医者さんいらっしゃるんで、はい、まあ医学部がちょっと底上げというか上に引き上げてるっていうのはあるかもしれません。はい、というわけでですね、本日はまあカズ君と一緒にですね、明星立法中と日東駒線の比較について動画を撮らせていただきました。まあこれからもですね、まあ大学いろいろね比較したりとか、まあ詳しく見ていったりする動画を出していきたいと思いますので、まあぜひご覧いただければと思います。というわけで、まだチャンネル登録してない方もしいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。まあ動画の内容がねいいよと参考になったよと思った方いらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタンよろしくお願いいたします。というわけで本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。